Welcome to ガンダムライン、生しゅうです。来ちゃったよ。デラックスガチャコンボリュームついに50に到達。ハンブラビ、ハンブラビでございますよ。ハンブラビだと僕は思ってたんですけれども、違ったようですね。あ、武装値高いな。最高速度も比較的高い。まあコスト340としては非常に速い。スペックになっております。積載が少し少なく見えるんですけども、縦がないのでまあいいのかなっていう。最高速度が 15% アップになるという。まあこれですね、もう LINE ライブ等々ですでにある程度公開されていますけれども、ヒートロッド強化、高機動カスタマイズでさらに速くなるんですね。海蛇持ってますね。フェダインライフルと海蛇とビームサイブルと、あとハイブルビーム砲のフルオートと F ノーマルタイプ。2本出るんですかね。左右同時発射で、2本発射という感じでしょうか。セミオートでダウンポイントが100ですかね。モビルアーマー形態のは、まあそんなにモビルアーマーでボコボコ撃つ機体ではないと思うんで、一応ちょっとそれは後ほどというか、まあ使ってみてという感じですけども、こっちはフルオートですね。なぜかフルオートの方が連射が短い。フルオートの方がダウンポイントが高めになっている感じでしょうか。操作式になる。これ倍だったら2200なんですかね。2問同時出るのかっていう。同時発射するから倍の扱いでしょうか。そうすると相当威力は高くなると思うんですけど、まあこの数値的にはおそらく倍だと思うんですが、まあ、あとは格闘型ですね。 D 室を2段式のを持っていると。照準が向かって突進する。フェダインライフルですね。リロードの低いで、 M 型がちょっと性能がいいですね。フェダインライフルでも従来のものより9発しかないんですけど、 G ラインライトアーマーのこっちの10発ありますね。一発しか変わんないですけど、これ持ち帰りなしなんですかね。そんなことはなかった。むしろ同時持ち帰りできません。これ回せるんですかね。6発出るんですけど、ちょっとこれはまたなんか、これマラサイのやつ一緒かな。ここにマラサイはいないですね。マラサイは違いますかね。マラサイのやつとまあまあ似たような性能になっているんでしょう。海蛇 L がある。海蛇早く出るっていう話ですね。使用感がコスト340なんでちょっと早いっていう。まあコスト340の格闘機枠でしょうか。ネズミ格闘機枠だから、イフリートシュナイト的なポジションかなと個人的に思って、ポジション的にね、イフシュナは地上を走って本拠地に行くじゃないですか。こいつは空を飛んで速攻で本拠地に行くみたいな感じでしょうか。で今回で本拠地を殴るっていうのが主な仕事。まあ射撃も一応できますよという感じですね。まあ、だけど武装としては、まあ、多分フェダインライフルを持つことは少ないんじゃないかなと。ハイブビーフォービームサーベル海蛇という感じでしょうかね、おそらく。はい、でジェガンシールドはビームコーティングでしょうか。まあ、特にないですね、コーティングとかない。コスト340、ブースト写真がまあまあちょっと高め。高機動カスタマイズを持ってますね。アーマーがちょっと低めに見えます。ビームランス、持ち替えが発生しないのがサブマシンガン。ちょっとよく分かんない機体ですね、パッと見で。チャージビームランス、ビームランスは使い捨てです。チャージで威力が2倍、弾速が 1.5倍なります。ダウンポイントも2倍です。なので、1020ですね、になります。フルチャージで
まあダウンポイントゲージレベル2以降は速で倒せるわけではないんですけども、それよりも低ければ、あ、ダウンポイントレベル1なら確実にダウン取れると。サブマシンガン連射速度がちょっと遅めかなと個人的には思いますけども。でビームランス、ビームランスで2連撃を出し、攻撃力は通常の2倍なんですね。3倍ではない。でミサイルランチャー4連式でしょうか、4連式ですね、最近流行りの4連式です。威力がちょっと低めになってますね。あー、しかもミサイルですね、爆撃こっちですね、ああ一緒ですね、威力が高めになってますね。むしろドゥサが持ってるものよりも高いです。ドゥサやリガゼィが持ってるものよりも高いですね。その代わりこれはあれですね、すみません、セミオートなんでマゼラトップでした、失礼しました、マゼラトップですね、マゼラトップ砲。弾速に関してはちょっと分かんないですけども、スペックはマゼラトップ砲ですね。チャージビームランス、多分チャージビームランスをベースにしてくると思うので、そうするとそこからのサブマシンを使うかどうかっていうところでしょうか、まあ、もしくはビームライフルで、まあこうランチャー格闘を持つかどうかは分からない、一応コンカスがあるので、まあ、チャージビームランクルからのビームランスサブマシンというのもあるし、格闘を持たない人にしたらチャージビームランスから、まあ、小型とロケットランチャーと、まあ、サブマシンちょっとスペック的に倒しきるにはちょっと厳しい、まあだから1050ベースだから、まあ一般的にちょっと威力の高いマシンガンですね。弾速強化すればまあまあって感じでしょうか。なんでこいつはベースとしてチャージランスベースになってきて、補助弾薬が結構必要になってくるのかなという感じですね。なぜなかったら3発、まあ1発アイテムでプラスできますけど、そこに補助弾薬でもう一発あった方がこいつを生かしきれるのかなという感じです。コスト400、360、一つ上に GP01 がチャージロングビームライフルを持ってますけれども、それのまあ介護艦武器という感じでしょうか。そんな感じですね。GP01 よりもちょっと使いやすいよという感じになっております。まあ、ハンムラビは欲しいんですけどね。はい、それじゃ あ回していきますかせっかくなんでね、とりあえずこっちからまずは、はい、行きましょう。まずあるのから使わないとね。まあ、1回1500円、どうしようかな。いやだけど大体このトリスターでこれで1500、まあいいや、なんか言いたいことよく分かんなくなってきた。はい、ハンムラビは欲しいよね。お、金出ましたね。ジガン。そんな気したんだ。多分そうだろうなって思ったら、そんな感じでしたね。まさにそうだね。だと思った。なんかビビッときたわ。なんかビビッときたんだ。やめようよこういうの、とっけんなし。色がいいですね。もうちょっとビームサーブと一緒に持てないんだ。サブマシ F ってことはないだろうから、まあ、こんな感じになるんでしょうか。まあ、もう一回ぐらい回しちゃいましょうか。ピーンピーン、あ、ハンブラビ銀ですね。1500いっちゃうか。ピーン、まあ、1万円サクッといってますけど、お、いいですね。ガルバディアルファベータ、ガルバどっちやねん、ガルバディアベータじゃない
そんな気がしたんだ。ゴールじゃないんだけど、そんな気がしたんです僕今。やっぱそうかなと思ったらやっぱそうなんだな。エスパーシルビと呼ぶがいい。なんかそんな気が、まあ、ちなみにマーク3は、おついに来よったな、マーク3。あ、ビムシじゃないんすか。そうっすか、ビムシじゃないんすか。そうっすか、ソンカス成功。やめよ、それじゃなくても今コンカスとかもう死に瀕してるのに。ビムシュよこせよ。おお、ねえ、これ炸裂弾からのね射撃が結構楽しい機体なんですけど、悲しいですね、コスト300だからね。リガズィとかと一緒ですよ。なんでビムシュが出ない、僕は銃撃のビームシュはなかなか出ないですからね。プルース、それはビームライフルでしょ、チャージビームライフルからの期待でしょこいつみたいな感じなんですけども、残念残念。ロケシちょっと悔しいですね。まあ、そのわけでハンムラビさんはやっぱ一番欲しかった、もう内心ハンムラビデロ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 って思ってたんですけど、残念。あと1回だけいっちゃう、ボーン、デロ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 って思ってたんですけど、まあやっぱ出ないですね。デロデロデロって思ってると大体出ないですからね、世の中甘くないんですよ。お目がかけ、いやーね、欲しかったんだけどな。まあいい、仕方ない。とりあえずあれですわ、乳がんちゃんバイバーイ。ハンブラミさんこんにちは。レンタルですけどね、少し見ていきましょう。あー、いいね、いいフォルダムね。これ純機じゃないんすか。まだ言ってる、ずっと純機じゃないんすかずっと言ってる。いや分かってるんですよ、分かってるんですけど、ジョンキーであってほしかった。エビチタで、私はだけどハンバラビ使いじゃなかったですね、あんまね。どっちかっていうとガブスレイヤーギャップを使ってましたけど、マシマもたまに使ってましたね。これ全部連邦で出るんですかね、やめてくれって感じですけども、ちょっとハンバラビ行きましょう。刺激する地点を選んでください。みんないるんだよ、敵本拠点に接近。うわ、二次系撃ったら終わり。指揮官から指示が届きました。撃ったら終わり、撃ったら戻んの。うわ、格闘早い。やっぱこれあれだわ、完全にイフシュナ枠ですよ。イフシュナの判定は広いけど、早いな。こんなん大量に飛んでくんぞ、しかも意外とちっちゃいっていう、さすが連邦仕様ですね。まあ、だ横にちょっと横幅はありますね。うち、いやだけどレンタルですら結構早いなって感じするんで、これコーカスとかだったら円形早い、いいなあ。まあだけどズサさんも、ズサ袖月さんもいい機体ですよ。うん、僕は結構あいつ好きですから、割と実況プレイとかでも使ってますしね。燃え尽きるまで倒し続ける、倒し続けろ。え、あ、この格闘いいんじゃない。この格闘はありだと思いますよ。すごいブース使いますけど。安定強いでしょ。伸びるし。内臓だしね、こっから。
りがないわね。各員の援護をお願いする。まあ、ちょっとしっかりサブマシで戦わなきゃいけないっていうの、これがなくなった後サブマシとこれかっていう話なんで、ちょっとそれがだからビームは持っといた方がいいんじゃないかなと個人的には思いますけど、持ち替えが発生したとしてもちょっとこれ1本でコスト340で戦うにはちょっと、うん、ちょっときついと思うんで、まあ、格闘持つならね、格闘持たないって選択肢はあるんですけど、これかなり性能はいいですよ。この格闘の性能は良さそうに見えます。このままの、このままの判定であればそんな感じですね。まあ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 、あの最近面白い持っていることは、あの強い弱いとかっていうのよりもなんか使ってきて面白いそうな機体が結構多くて、まあズサ袖付きも特にそうなんですけども、まあリガジンも結構そうなんですけど、そういうところにフォーカスをしているのは私は非常に好印象ですね。なんか工夫をして戦うっていう機体が僕は好きなので、結構楽しそうだなと思いながら、ビームランス持たないやり方とするならば、まあサブマシでもいいですし、まあただ個人的にマゼランは持っておいた方がいいんじゃないかなという気はするんで、まあ、これこうすると持ち替え時間が完全に出てきてしまうんですけど、ビームライフル、このご時世にビームライフル持たない手はないでしょうっていう話で、まあ、格闘を切るパターンですね。クイックリロードなので、まあこんな感じでしょうか。コガテロケットランチャー自体は内蔵武器なんで、まあただ4連でも何でもないし、そう思うとちょっとパンチに欠けるところはあるんですけど、しかも意外と重いっていう、チャージランス重いんだ、そういうことっすか。積載がマイナスってるっていう、まあこれはいい機体じゃないでしょうか。こいつはまあハンブラビは、ただ今のジオン年俸で果たしてどれぐらい増えるかっていうのは定かではないんですけど、まあ面白い機体なんで、面白い、あの今までジオンやっぱ連邦ってなんかどの機体も似たりよってだったとこあるんですけど、まあこれで面白いのが徐々に増えてきてるなという感じでした。それでは今回ここまでです。ジェガンやっぱ来たね、なんか来るような気がしたんです。ハンブラビは来ませんでした、残念。またどっかで手に入れたいなという期待ではありますけれども、皆さんこいつを使って戦場でですねお会いいたしましょう。それじゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。チルビでした。